青葉区の東北福祉大学とパートナーシップ協定を締結したのは、ドナルド・マクドナルドハウス・チャリティーズ・ジャパンです。この団体は、病気の子どもたちとその治療で付き添う家族のための滞在施設を全国12カ所で運営していて、仙台でも2003年からドナルド・マクドナルドハウス仙台として小児医療を支える活動を続けています。今回の協定締結により、団体の施設で東北福祉大学の学生や卒業生がボランティア活動を行ったり、団体のチャリティーイベントへ参加したりすることになります。お子様やご家族のサポートにも携われる機会があれば、なお一層、本学として在学生はもちろん、卒業生やあるいは本学の関係すべての皆様にもご理解と活動の輪がどんどん広がっていくような気がしております。そこを大いに期待しております。仙台ハウスは私どもマクドナルドハウスの2番目の古いハウスで、もう20年の歴史があります。支援体制が成熟しつつあるこの仙台でですね、東北福祉大学の若い方々にボランティアとして参加していただけるようになると大変ありがたいなと。団体がこうした協定を結ぶのは全国で3例目で、大学とは初めてです。